試合終了です。ただいま判定に入ります。ジャッジ選択17対20、青コーナー高畠、ジャッジ夢木17対20、青コーナー高畠、ジャッジ梅田17対20、青コーナー高畠、以上3対0としまして、青コーナー高畠祐貴選手の勝ちでございます。勝ちました高畠祐貴選手には勝者と副賞を授与されます。